だから何にしても値引きをするっていうのはそこの財務状況が悪くなって赤字続きでアフターサービスができない、普通のお客さん以上にやれるそのサービスで恩返しすればいいんだけど、同じようなサービスを提供する、これがトラブルを防ぐ。ウィングホーム代表斉藤です。娘のミエナです。まあ、前回ね、相見積もりの矛盾ということできっちり話をしようと思ったらいきなりぶっちゃけトーク連発でグダグダになっちゃったので爆弾を落としました、私なんで、今日は整理してお話ししたいと思います。はい、今日話すのは4つね。はい、まず1つ、受注生産と見込み生産の違い。2つ目、コメントにあったんだけど値引き競争がないところで、適正な価格が形成されるかどうかという疑問についてお答えしたい。3つ目、値引きをする工務店がなぜ危険かということを、もう少し詳しくお伝えします。で最後4つ目、これ、上級編になると思うんですけども、親戚とか知人友人の仕事ほどトラブルが多い理由、これについてお話したいと思います。はい、まず1つ目ね、受注生産と見込み生産の違い、わかる？受注は頼まれてから作る、見込みは普通に作る。注文住宅ってのはどっち？受注。そう、ということは値引きして儲かんないのが分かったらやらないよね。例えば1個1000円のお弁当を作りますよっていうそういうチラシがあって、それに対してじゃあ10個作ってくださいって言ったら、じゃあ1万円ですと納めるわけだ。その時に電話が来て、1個1000円じゃなくて10個頼むから1個800円にしてくださいって言ったら、いやちょっとそれはできないです、ごめんなさいって断ることができるわけね。これ受注生産の強みでもあるわけ。で一方お弁当屋さんが、もう今日10個売れるものだと思って作って店頭に並べてた、そしたら夕方になって3個余っちゃった、これ売らないとゼロじゃん、捨てなきゃいけないから、こういう場合はさ、じゃあ200円引きますとかやるでしょ、これが見込み生産の場合だけ。だから受注生産で値引きするってそもそもおかしいんだよね。確かに。で2つ目、競争がないところで適正な価格が形成されるかどうかという疑問。値引きをしないってことは競争してないんじゃないかっていうことだと思うんだけど、そんなことなくて競争してるんだよね。自分たちの競争の仕方っていうのはこの構造でこの性能、そしてこの価格、仕様を作るわけ。でウィングホームの家はこういう仕様です、耐震性能はこうです、これでこの金額なんです、他を比べてくださいと。で他はこの仕様この構造でこの金額です、A 社 B 社 C 社、これを、ホームページ上でやるわけだ。それでお客さんが見比べて、その時に仕様決め値段決めが他社に劣ると仕事は来ないわけだから、切磋琢磨してそこの部分を競争してるってことになるんでね。ただそれが市場に認められないとすると仕事が来ないってこと、そしたらそれ何かおかしいってことだよね。でまたそこで考え直すっていう話になるんだけど、で次ね、なぜ値引き販売が危険かっていう話なんだけど、でもう一回お弁当の話するよ。1000円のお弁当を1個売ると、例えば原価が700円とするじゃん。そうすると、300円儲かるように見えてるんだけど、実はこの残った300円から従業員の給料を払って、お店の家賃払って、水道光熱費払って、借り入れしてるところが多いから、その利息を払うっていうと、50円しか残んないみたいな話なんだよ。一瞬300円儲かるように見えるんだけど、実際は締めてみると50円しか儲かんない。1000円のお弁当を売って50円しか儲かんないわけだ。それを50円以上値引きしたら、気がついてみたら赤字ってことなんだよ。それを値引きしますっていうことがおかしいってことじゃ。値引き販売だと儲かんないってこと、工務店は。いや、もう儲かんないよ。勉強してる工務店はその仕組みわかるから、もう値引きしないんだよね。もしくは初めから1000円じゃなくて1200円にしといて、200円までは引けるっていう、そういうルール決めてるところもあるかもしれないけど。なんで値引きするの？仕事したいから。みんなみたいな人が値引きした方が喜ぶからっていうことでしょ。まあ喜ぶよ、それ。そうでしょ。だから喜ぶけど、200円のしといて200円値引きするっていうだけじゃん。でもうちはやんないよ。うちは初めから1000円で出して値引きできませんっていう、だからそれを50円値引きしたらプラスマイナスゼロなんで、赤字でもないし黒字でもない、これだったらギリギリ生きれるかもしれないけど、アフターサービスができなくなるよね。ある程度健全経営しておかないとね。だから何にしても値引きをするっていうのはそこの財務状況が悪くなって、赤字続きでアフターサービスができない、倒産してしまうって危険もあるし、こういうふうに値引きするとしたら初めから載せてて、いくら載せてるか分かんないっていうこともあるし、いずれにせよ矛盾があるんじゃないかっていう話なんだよね。最後、友人知人の仕事ほどトラブルになるという、だから気をつけようっていう話なんだけど、25年前ぐらいにどうしてこういうことが起こるのかなと考えたんだよね。そしたら自分なりの結論なんだけど、知り合いっていうことは、そこに頼むってことは A 社 B 社 C 社とかっていう比較検討ができずにそこに頼むしかないと。自分の仕事で一つでもプラスになればいいじゃないかっていう気持ちで頼むじゃん。頼まれた方はもうありがとうっていうことで、その代わり安くやるよっていうことで本当に安くやると思うんだよ。でも
安くやったから、うん、ちょっと甘えが出ちゃうんだよね。例えば日曜日の10時に打ち合わせを約束してたら9時に新規のお客さんが来ちゃって、うん、話が盛り上がって、まあ、友達だからってことで電話してごめん10時からの約束だったけど他のお客さんが来ちゃったんで11時からにしてくれるとかって言うと俺客じゃないのかって話になるわけよ。なるよね、うん、まあ、友達ではあるんだけど客でもあるわけだ。でもこっちはさ安くやっちゃってるから、まあ、それくらい許してよと思うわけ。でも相手方はいや他に頼めなくて信頼して頼んだんだからってね。うん、そりゃそうで、うん、このトラブルが結構多いんだよ。それ安くやんなきゃよかったんじゃないの。だから理想は安くやんなくて友達だからっていうことで普通のお客さん以上にやる、そのサービスで恩返しすればいいんだけど値段でついつい恩返ししちゃう。でもほら頼む方も安くやってよって言っちゃうじゃん。だからやっぱ安くやっちゃうんだよね、うん、だいぶ前にこの法則分かったからもう友人知人から受けた場合はもちろん安くやるんだけど、うん、サービスは絶対落とさないよ、うん、まあ、これは従業員も言ってるんだよ。そういうしかも地域でやってるから評判悪くなっちゃう、うん、だって友達に嫌われて炎上させたらもう終わりだな今の YouTube 業界みたいな。そう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 、友人にスクショ流されて炎上しちゃうよ。結論としてはサービスも一って価格も言って、うん、人によって差をつけない、相見積もりの人も匿名の人も友人知人も同じようなサービスを提供する、これがトラブルも防ぐし矛盾のない仕事のやり方じゃないかなと思います。なるほど、裏話ですねこれは。今日の動画良かったと思う方はグッド評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。